古川町は、かつて岐阜県吉木郡にあった町。2004年2月1日に周辺町村と合併して、飛騨市の一部となった。旧町役場を飛騨市の市役所に使用している。飛騨高地の北部に位置し、町の中央を南東から北西に宮川が流れている。古川国府盆地のほぼ中央に市街地を形成し、1000メートル級の山々がすぐ近くを囲む。年間平均気温は 11.1 度。1月の平均気温は-2.0 度、8月の平均気温は 24.5 度。降水量は 1814.4 ミリメートル。2002年1月1日の町職員数142人町の面積の8割が山林だが、林業は振るわなかった。農業は稲作中心であったが、他に野菜や果樹、肉牛の飼育が伸びていた。農業全体は、低下傾向にあり、経営耕地面積は1970年から2000年までの30年間で、ほぼ半減した。養蚕は20世紀後半に減少し、1996年に完全に途絶へ、代わって商工業が発達した。国道41号が南東の鉱山市、国府町方面から入りまっすぐ北西に伸びた。国道41号は、町の北西端で北東に右折して、上岡町に通じた。この右折地点からは、代わりに国道471号が北西に通り、宮川村、河合村方面に接続した。高速道路一般国道主要地方道、一般県道長距離自然歩道。ありがとうございます。